いや自分は選挙には不利かもしれないけど国のためにこっちがいいと思うっていうのではやっぱり全然違うと思うんですね、はいはい、やはり国のためにはこっちがいいんだよと思って、はいはい、それが選挙に不利だと分かっていても自分の地元を説得して回るぐらいのスタンスが、ね、はい、まあ、一番望ましいのではないかなと思ってて、僕皆様ごきげんよう、高松奈々でございます。本日は日本テレビの政治記者の青山様にお越しいただいております。よろしくお願いします。私どうしても青山さんにお伺いしたいことがあって、はい、その政治家の方の批判とかってものすごいあると思うんですけども、そのどうあるべきか、まあ、つまりこの本を読ませていただいて、はい、その安倍さんは国会議員は国益を考えて行動すべきだっていうふうなことをこう考えられてるっていうふうにこう書かれていて、まあ、確かに、まあ、国の国益を損なうようなことをしてはねどうなのかなと思うんですけども、そのなんていうんですかね、その交渉をする際に国会議員が政府よりもそのよりハードの低い部分を出すと妥協点をうまく探せない、はいはい、それ以下のこう緩さのものを出さないとダメだっておっしゃってて、はい、その通りだとは思うんですけども、そのやっぱ国会議員の人っていろんな人がいて多様性があって、いろんな議論を生み出す存在でもあると思うんですよね。はい、そうですね。だからその安倍さんのおっしゃることは確かにそんなんだけど、どうなのかなって私は思うんですよね、うん、まあ、国会議員にはいろんな考え方の人がいるのが当然なんですね、はい、国民がまずいろんな考え方の人がいるし、はい、それの代表であるべきなんで、はい、やはりその一番理想的な選挙制度っていうのは、はい、今の日本国民1億2000万人のそのバランスと綺麗に合った国会議員が出てくるっていうのが一番いいんですね、はい、その思想もそう、はい、年代もそう、はい、地域性もそうで、はい、でそれが国民の代表として国会で政治をするっていうのが一番理想的なんですね、はいはい、ただまあ安倍総理大臣が言うのは、はい、そうは言っても国の代表である国会議員なんだから、はい、例えばその、まあ、安倍さんが特に言ったのは北朝鮮の問題ですよね、はいはい、その北朝鮮の交渉するときに北朝鮮とまあ融和的な話をその国会議員がすると、はいはいはい、政府は北朝鮮との強い交渉がしにくくなる、はいはい、だってお前のところの国会議員は仲良くしろって言ってるじゃないかって北朝鮮側に言われちゃうみたいな、だからそういう外交交渉の部分っていうのは確かにそういう側面もあると思うんですね。分野にもよるんですね。全然違うと思いますね。ただ例えば老人の医療費をどうするかとかいう話になった時はいや下げるべきだって人もいるし上げるべきだって人もいるしっていうのはそれはもちろん両論あるのが当たり前だしあっていいと思うし、まあその分野分野で違うんだけれども、その拉致交渉っていうのは特別厳しい交渉なので、まあ確かにっていうところはありますね。拉致交渉とかそうかもしれないですけども、その例えば領土問題とかその TPP みたいな話とかだと、またその難しいですね。そうですね、TPP も両論もちろんありますよね、はい、ただとその国会議員の人がその何ですか、政府よりもその妥協点を低くするっていう部分なのか、それなのか、なんかちゃんとそれはそんな関係ないんですかね。自由に言ってやっぱりいろんな意見とか議論を生み出す存在であっていいんですかね。いや、それはもちろんいいと思うんですね、はい、ただまあ僕は非常に国会議員にとって重要だと思うのは、はい、やっぱりそのまずその国益というか国がどうな、はい、あるべきかっていうことがある人と、はいはい、次に自分が選挙に通るっていうことが大事だっていう、はいはい、まあ、例えばこの2つがあったとして、はい、その前後関係というか上下関係、はい、例えば自分は本当は国のためには TPP がいいと思うけど、はい、次に選挙に通るには反対しとかなきゃダメだっていう人と、はいはいはい、いや自分は選挙には不利かもしれないけど国のためにこっちがいいと思うっていうのではやっぱり全然違うと思うんですね、はいはい、やっぱりその政治家次に通ることが実は非常に大事なんですね、はい、政治家にとって、はい、ただ、まあ ね、それが最優先になっちゃうと、でもそういう人がほとんどな気もしますけどね、うん、ただね、そこまででもないんですね。本当ですか？結構もちろん多いんですが、はい、一番いいのは両立することなんですけれども、はい、やはりその自分が選挙に通ることばかり考えちゃうと、じゃあ国のことはどうなってもいいのかになっちゃう、うん、例えばもう要はじゃあお金を使うことばっかりになっちゃうんで、うん、
やっぱり例えば消費税上げるなんていうのは絶対その選挙にプラスなことはないので、はいはいはい、やっぱりその、まあ安倍総理大臣というのは例えば憲法改正とか、はい、その安保、はい、安保政策とか外交とか、はい、あまり表裏にならないことを非常にこう中心に考えている、はいはい、まあちょっと珍しい、はい、あのタイプの政治家だと思うんですが、一方で地元に橋を作ったり補助金を持ってくることばっかりを考えている政治家っていうのも、それは国会議員としてどうなのかっていうことにやはりなっちゃうので、要はバランスを取りながら、一方でやはりそうは言っても優先順位としてはやはり国のためにはこっちがいいんだよと思って、それが選挙に不利だと分かっていても自分の地元を説得して回るぐらいのスタンスが、まあ一番望ましいのではないかなと思ってて、僕はやはり選挙に通るためにやったら本当は良くないなと思っててもっていう政治家は信用できないなと思いますね。まあ、そういう政治家が少なくないので、やはりそこはちゃんと我々見て、ね、あの行かなきゃいけないと思ってるんですけどね。ありがとうございました、はい、ごきげんよう。7チャンネルではフリップ芸からニュース解説まで幅広く発信しております。ぜひチャンネル登録してくださいませ。おパーソナルおコンピューターの方はこちらからでございます。おスマートフォンの方はこちらからでございます。それではごきげんは、シューベルト。